あ久保さん。久保さん。手紙は引きよう。手紙は引きようですよ <laughs>。いやー、殿下の報道出してきましたね。もう殿下を僕何、何言っても無理じゃないですか。もう、もはや。<laughs> もはや僕何で繋げばいいのか <laughs>。繋げられないですよ、久保さん。どうしようかなこれちょっと無理だなちょっとギブアップ。 これ無理だな、な久保さんなんかいいろろやってますねどうしようかな。まあなんか言わないとダメですからね。なんだろうな。うん。久保哲郎。<laughs> じゃあ SUO いきますよ。じゃあ僕は。久保哲郎。久保哲郎が寄付。まさかの、まさかの寄付をしていた。 てていいいた件について、はい、すいま,せんいきます <laughs> うーん,うーんまあ久保さんがね、まあ、最後言ってましたけどじゃあなぜ寄付ができるのかって話でまあ単純にお金を稼いだからですよねそうだ僕もねあのあ余ったら全然しますけどね 全然今余ってないんで <laughs> だから、あのーまあ、そもそもその社会貢献したいっていう僕がねその、まあ、セミナー参加者の方が言ってたんですけど本当稼いじゃえば例えば100億円あったらね僕ねあそうそう100億円あったらあそうそうだこれちょっと SEO でやめときましょうかうんまあいいか、まあ、100億円そのあったら何に使います うん、全部寄付すればいいじゃないですか。い <laughs> や、なんかその、めちゃめちゃしかも、なんかパンチあるじゃないですか。うん。なんかその、よく1億円だたったらどうしますかみたいな街頭イ,インタビューあるじゃないですか。僕、どうせその、自分で稼いだお金ない、その、宝くじで当たったお金とかは、自分で稼いだお金じゃない、ないんで、わかんないですよ。僕も人間ですから、お金が入ってきたら、ちょっとお金の誘惑に行っちゃうかもしれないです。行っちゃうかもしれないです。いや、でもなんかね、 なんか多分大丈夫なんじゃないかなと思うんですけどねいや自分のケツは自分で引くというかそれをなんか自分のなんかあれで使ったら負けかなっていういや自分で稼いだ1億だったらいいんですけどあぶ癖にっすよねなんか1億円当たりましたみたいによくあるじゃないですか何使いますかみたいないやそれって自分で稼いだ金じゃないからだったらそれをなんかその社会貢献っていうかねそういう寄付とかにバーンって全部使うみたいなね 以前ですね、僕、あの、まあ、YouTube やってるんで、メディアで、あの、宝くじ、あの、1億円の宝くじ当たったら、1億円分馬券買うみたいなね。まあ、まあ、そういうこと言ってたりとかしてたんですけど、まあ、それは、その、絶対そバズるんで、結局、それをやることによって、テレビ各局もネタにするんで、まあ、結局バズらせて、で、ビジネスにつなげるっていう。で、1億円を使って、3億稼ぐっていうね。 まあ僕の考え方なんですけどただこれを社会貢献っていう今回テーマなんで、まあ、社会貢献するんだったら、えー、その1億円をね全部ぶち込むっていう宝くじで1億円だたったんでそのまま全部横流しますと、うん、したそっちの方が気持ちよくないですかうんそ,うその代わりちょっと寿司だけ食わちょっとね僕もちょっとあれかもしれないですけどななんかちょっと食わせてくださいみたいなあるかもしれないですけどね <laughs> なんか9999 99万みたいな 1>, <laughs> いや1億円あったから1万ぐらい使わせてくださいみたいな <laughs>。1万ぐらいいいでしょうみたいなね <laughs>。せっかい男ですね。器が小さいな <laughs>、うん。でも本当にお金稼ぎるお金、だビル・ゲイツとかもそうじゃないですか。ビル・ゲイツとかもうめちゃめちゃ多分な、もう多分な、1兆円ぐらい、1兆かなわかんないですけど、何億、まあ、余裕で何億円ぐらいは寄付してると思うんですよ。うん。その、マイ・ヒカキンさんがね,ですね、ヒカキンさんが、 あの熊本地震だったかななんかのその災害日本で災害があった時にヤフーの呼びかけをしてたんですねヤフーの呼びかけをで、えー、あのポインティーポイントとかでも行けるしなんか行けるんでっていうことで、えー、寄付しましょうっつってでヒカキンさんはですねその動画の中でも100万円ぶち込んでたんですよどうっすか100万円入れてたんですよ確かねなんかヒカキンさんがやってましたけどちょっと見ていいっすか どうすか ?100 万円どうすか入れられますじゃあなんで入れられるのかっていうと稼いでるからですよね。なんか募金であったと思うんですけど前僕見たんですよ。あ、西日本豪雨災害に募金しませんかと。西日本豪雨。西日本豪雨。あとは、あと北九州豪雨募金。西日本豪雨に募金しませんかと。 北九州豪雨に募金しましょうとか、えー、ヤフーで3.11検索して10円寄付しようとかその寄付しようっていうのを3個かなうん3個やってますね3個やってますで僕が見たのは100万円入れてましたどうですか100万円入れられます ?100 万円入れたら結構あの還元してると思いません だから稼いばい,いんですよだから本当にあのじゃあお金が全てじゃないかもしれないですけど実質的にお金かかるじゃないですか例えば災害で全部潰れました,たと例えばね家潰れたって言ったら家建てるのにお金必要じゃないですか <laughs>、うん、だから稼いでそのお金を自分のなんかそのなんだしなんか私服なんか自分のあれだけに使うんじゃなくてね もちろん自分の自己を満たすってこともご褒美としては大事だと思いますよ。だって自分で稼いだ金ですから。やっぱご褒美もあった方がいいと思うんですよ。で、その余剰資金というか余ったお金ですよね。それを無駄遣いするんじゃなくて、ね。あの、なんかそういう人たちに使えばいいじゃないですか。だから僕ね、そんなにもうお金に対しての執の着心ですよね。お金は稼ぐ執着心はあるんですけど、なんか、な、お金を稼ぐ執着心はあるけれども、 なんかそこに対してのなんか例えば例えばですよなんかその鹿児島の家賃4万2千円なんですけど事務所ねそれで十分ですもん,なんかタワーマンションとか一切住もうと思わない人んで100万とか200万のねいや別にいいんですけどいいんですけど家賃100万とか200万とか300万のわざわざ住む必要なくねみたいなだ,だったらじゃあそこだってしかもね で200万とか300万のタワマン住んでて海外行ってるみたいなね。いないやん、自分みたいな。自分いないやん、みたいな。<laughs> まあ、人それぞれの考え方があるんで、一概には言えないですけど、いや、だったら、家賃4万でいいんですよ。<laughs> 4万くらいでいいんですよ。だっていないんだから。で、余ったお金寄付すればいいじゃないですかって話で。だから僕はなんかそこがないんで、そう、なんか、うん、欲しいものは欲しいですよ。 欲しいものは欲しいですけどそ,のそれ以上のものがてか欲しいものって今は仕事に使うというか例えばカメラね新しいの欲しいかなでもでもこれで足りるしなみたいなまあ結局 iPhone で撮ってるしなみたいな <laughs> うんだからでもこれも何のために欲しいかっていうと仕事で使うんでそうだからもうこれレンズ4つ買ったんですけど <laughs> そうまあ今日これで結構撮影しましたけど。 あとはなんか、ほんとしご、あと、ノートパソコンですね。欲しいとすだノートパソコンとカメラぐらいですねの欲しいの、ね、今。うん。ですね。で、ランボ、この億万長者合宿の中で、ランボルギーに買いますみたいに言ったんですけど、ひ必要かなみたいな。<laughs> もう GTR、ね、R34 フェス、R34 フェスじゃねえわ。<laughs> 2034フェスやるから、まあ、GTR100 万キロ乗ればいいかなっていう。うん。ただ、その、 ランボルギーに買おうと思った理由が、結局その熟成さんに夢を満たすっていうか、でもそれもいらんかなーってどうなんだろうみたいなね。うん。そう。うん。なんかそんなにその、執着心はあるけど欲がないのかな欲どうなんすかねまあ欲望に素直になれというか、なんかその、なんすかね ちょっとうまく説明できないです、うん。な、どういう言葉で表現したらいいか分かんないですけど、そう。だから、久保さんもそうだと思うんですよね。久保さんも、なんだ。まあ今、久保さん僕よりお金持ってますし、貯金もいっぱいありますし、うん、だけど、その、買えるけれども、ね。フェラーリとかも買えるけれども、フェラーリは欲しくないみたいな。こっちは欲しいみたいな。だからそれは買うみたいなね。うん。な、なんか、なんすかね、これ。 うん、ちょっとうまく表現できないですけど、うん、自分の中でその基準値自分そのそうブレない基準値ですねあっブレない基準値だそうブレない基準値なんかそのみんながやってるから俺もではなくてブレない基準値っていうのがあります自分の中である一定のそうだからその自分のブレない基準値の範囲内でお金がお金をそ,そ,その中では稼がないといけないんでそれは執着します 例えば、僕は最低50万は稼いでいかないといけないなっていうところがあるんで、50万稼ぐための執着心はあります。ただ、それ飯食っていけないですから。最低50万っていうね。ま,あ、まだ借金もありますけど、まあまあ、ちょっとずつ返してるんで。ちょっとずつ返してるんで。あの消費者金融のね、借金はなくなりましたけど、銀行がまだ残ってるんで。まあ、ちょっとずつ返してるんで。まあ、一括でね、返せって言われたら、言われないじゃないですか。ね、向こうも金利欲しいんで <laughs>。 欲しいんでそうだからまあご今僕は50万あれば生きていけますから,だから50万稼ぐの稼ぐ50万売り上げ作る執着心はありますけれどもなんかそれ以上はないですよねうんそう、うん、あってもそんな僕あと今日飯ラーメン1杯しか食ってないしあと飯もあんま興味ないでしょ飯も 今日ラーメン1杯しか食ってないですよ。てかもう日付回ってもう3時ぐらいになってますけど。一杯ですね、今日ラーメン <laughs>、うん。なんかないんですよね。あとキャバクラもそんな好きじゃ、ってかキャバクラ僕苦手なんですよ。キャバクラ苦手やなーっていうね。もう何が、まあ人それぞれなんでしょ人それぞれなんであれですけど、何がいいのかよくわかんないです。 まあ、そもそも僕お酒あんま飲めないっていうのもありますけどもなんかその見知らぬ女の人と飲んでまあそのキャバクラの楽しみ方っていうのがねあるんでしょうけれどもあれもよく理解できないんですよねうんだからまあ車にはお金ちょっと使えますようんでもでもそれも他の人からすると車に興味ない人からするとその余計な無駄遣いってなるかもしれないんでだからこれはもう人それぞれですねうん だその自分が欲しいもの、うん、あとは維持したいもの、GTR に関しては僕は一生乗りたいと思うんで、あれは維持していく。あの、維持ですね。維持していくために意地で。意 <laughs> 地を張って維持していくっていうね <laughs>。あれは維持していきます。うん。あの、もう、車じゃないんで、あれは。相棒なんですから。相棒を殺したくないんで。相棒をスクラップにしたくないですから。まあ、そんな感じですね。だこれは、まあ、人それぞれ理解されないと思いますけど、 あとそれぐらいっすよね。あと何もないっすよ。だから欲しいものは本当に仕事に使うっていうか撮影に使う。あとパソコンぐらいですかねそう。今日ね、あの、キーボードがぶっ壊れちゃって、その、秋葉の、秋葉の Mac、渋谷の Mac、あ秋葉の Mac、新宿の Mac、ああじゃあ、秋葉の a p p l e トア新,新宿の a p p l e トアうん。 渋谷のアップルストア行って、渋谷はすごかった。渋谷は <laughs>、なんかキーボードすぐか、あの、ボタン、そこの、あの、ボタンを変えてくれて、あの、直ったんですけど、とりあえずは。そう。あちょっとパソコンもね、もう結構もうだいぶ使ってるんで、ちょっと買いたいなっていうのはあるんですけど、まあ、まだちょっと頑張れるかなっていうところもあるんで、またねよか、パソコンの買い替えもね、ちょっと難しいんですよね。また来年また新しく出るだろうし、 そう,、うん、そうだからまあお金稼げば何でもできると思いますよねその寄付あの社会貢献っていうのはもちろんお金がなくてもできることもありますけどねうん。 まあちょっとね久保さんの動画ちょっとつなぎづらいんでぼやきましたけど、うん、まあ金が全てじゃないけど金があればいろいろできるよって話で実際金が必要なわけですよねそのまあヒカキンさんの話出しましたけど、うん、家がなくなったらさただただで建て直せます国も全部保証してくれるわけじゃないじゃないですかただで建てなただ新築家建てましたし豪雨で流されました いや、また家建てるってさ、金必要じゃないですかって話で。うん。そう。とはまあ、手っ取り早く稼いじゃえば何でもできるかなと思いますけどね。うん、その社会貢献したいんだったら、いろいろできるじゃないですか。いろいろ、うん、もちろんか、お金がなくてもできることはあると思いますし、ありますし。うん。はい。ということで。 まあちょっとね、久保さんの動画、ちょっと映したくないんですけど。映したくないな、今回の久保さん動画。もうね、多分、億万長者合宿のやりとりね、相当やってきましたけど、この動画は映したくない。<laughs> この動画はちょっと切り替えたくないな <laughs> いや、これは引きようでしょう。<laughs> 久保さんは。いや、電下の方と出してきましたね。これやられちゃったらもうなんかもう無理ですよ。 坊さん、そんなことやってたんだねみたいな。<laughs> いやのすごい、すごい、いい、すごいことだと思いますよ。いいことだと思いますし、うん、いいっすね。いいと思いますよ。うん、俺もう、うるってきちゃいましたから。いや、この、うるってきた動画に対して、どうこれ、ね、返せばいいんだ、みたいな。<laughs> いや、難しい動画送ってきて。も <laughs> う、まあ、あのー、 ずっとぼやきます。ずっとぼやいていかんねえようにしようかな <laughs>。いや、でも僕ももうちょっとね、疲れたんで、ちょっと眠いですけどね、さすがに。うん。はい。ということで、いいでしょう久保さんの動画を映しましょう, <laughs> うでも本当、久保さんも言ってましたけど、なんで私がこれができるのかっていうところで、まあ、商品買ってくれた人がいるからだよっていう話をしてましたけど、 うん、なんだろうなやりましょう <laughs> 商品を買ってもらえる人間になりましょう、うん、商品を買ってもらえる人間になりましょう <laughs> そうすればお金稼げるんでえそうじゃないですか商品買ってもらえる人間になれば商品買ってくれるからお金稼げるじゃないですかじゃあさ余ったお金を寄付すればいいじゃないですかうんはいということで映したくない <laughs> 映したくないなこの動画あちょっとね久保哲郎ちょっと久保哲郎の動画に切り替えたくないにしようタイトル9個 <laughs> 変更久保哲郎の久保哲郎の動画に切り替えたくない件についてと久保哲郎の動画に切り替えたくない件について しましょう久保哲郎の動画に切り,たい切,り切り替えたくない件について久保哲郎の動画を紹介したくない紹介や動画に久保哲郎の動画に切り替えたく切り替えたくない件について、まあ、切り替えたくない。 いやー切りたくないなこれは。ねえ、クさん。参ったなこれは。これやられましたね。これはちょっともう、もうノックアウトですね、僕。<laughs> はい。切り替えましょういいでしょう。どうぞ。 社会貢献のパート2になりますけども、社会の中での最小単位は家庭なのかなと思うんですよ。で家庭で、親の役割の最重要なものとして子供にお金の稼ぎ方を教えれるかどうかってことだと思います。あのどこに就職したらいいかとか、誰についていったらいいのかっていうのも一つの方法なんですよ。就職活動の相談をするっていうのも一つの方法ですよね。どのルートを通っていけば、 子供たちの自分の子供のね我が子の理想の暮らしができるのかってことを正確に相談できる大人になっているかなってところが問われるんですよねで私のことを言えば月収100万とかっていうのは私は子供に教えられると思います少なくとも月収100万目指していこうねっていうスタートラインなんですよ。まあ、月収200万でででもいいですけどねでそそのののための方法としててて自分商商品品作作っっ人の喜ばれれるような商品を作ってそれを 欲しいという人にどんどんね、手渡していくことによって対価を得ればいいんじゃないのシンプルでしょって話ができるんですようん。で、他に投資でもいいですよね。投資のスキルも私は教えれますんで、子供にはずっと教えていくと思います。まあ、10歳ぐらいになったら、当たり前に投資ができるようなね、そんな子供になってると思うんですよ。 まあそうすると投資でやっていくのかそれとも自分でビジネスを作っていくのかっていうふうな選択肢になってきてよりどちらが自分が楽しく自分の理想とする生活と収入が得れるかってことをそこで選べばいいんでうんまあ少なくともですね私は家庭の中でどうやれば自分の暮らしが手に入るのかどうやれば自分の求めた時間的自由と収入的な自由が 経済的ななな自由が手に入るかかっていいいいいうののはこれれ親の責任でやればいいんじゃないかなと思います学校で教えてくれないからできないんだっていうのはまあ通用しないのかなと思うんですよ、うん、だから学校で教えないことでも身につけないといけないことと山ほどあってむしろね学校で何もかも教えてくれるっていうふうな考え方が甘いと思うんですよ学校で教えてくれることもあると学校で教えてくれないこともたくさんあるとじゃあ学校で教えてくれないことはどうするのって親が直接教えてあげるか 学校以外に教えてくれる人とか教育機関を親が提供してあげればいいんですよ。で学校っていうのは国が強制的に提供してくれるありがたい場所でありそれは使わしてもらえばいいんですけどもそれで全て寝つかってことなんですよ。だって昔からそろばん教室とかピアノ教室とか水泳教室ってあるわけですよで。学校では十分教えてくれないからプラスアルファで親がそういう場所を子どもと相談して教えているっていう話ですよね。 将来この能力が役に立つからっていうふうにして、えー、伝えているわけなんですよ。で私はその中で、あのーまあ、水泳をやろうがねピアノをやろうがそろばんをやろうが金持ちになれないと思うんで <laughs> 私の場合は直接お金を稼ぐ方法を教えようかなと思いますしどうやったらあ月収100万なり200万っていうルートが取れるかっていうのを自分のね自分の体験なんで教えれるわけですよ。自分が実践してきたことでもあり あのそんなにね何百人っていう人数ではないけども何十人かは同じように月収100万で200万を作ってきた立場としては塾生、うん、という形じゃなくてっか塾の塾生弟子に対して教えるよりももっとおみっちりとね我が子にはできると思うんで私の子供はあのー、結構ね不自由な思いもすると思いますけども、うん、ただまあなんていうのかな、うん、まあ いい感じで世の中見れるんじゃないかなという気はするんですよね、うん、だここはね大きく違うところかな私もだてにね40後半に入ってあの子供を持つわけじゃないというところですね私は十分子供にプレゼントを持った状態で、うん、年齢という判例がある分ね <laughs> うんなんか役に立てるんじゃないかなとで若子にすることっていうのが社会貢献の一部ですからね社会の一部として私の子供もこれから 出てくるわけですから、うん、そう考えていくと、うん、自分がやってきたこととか自分ができなかったことこれがもうもちろん先天的に子供としての能力があるないっていう問題もあるんでそこまでのことを言ってるわけではなくてねあくまで一般論として、えー、今回申し上げたんですけども直接の自分の子供なでもなくてもね誰かの役に立つことできると思うんですよ。今日のの動画の最後にちょっと1つね 皆さんにお伝えしたいことがあるんですよ。えー、私はね、ある子供に、えー、実の子供ではないんですけども、奨学金を出してます、えー。カンボジアの子供です、えー。でね、そのカンボジアの子供から、私への手紙が来ましたあの。涙が出るほど感動的な手紙です。これを見てください。私、このね、 なんとか文字っていうぐにゃぐにゃっとした文字ですよ。で、イラストも書いてくれてます。ね。パイナップル。これを、ねパパ食べてよって感じで送ってくれたんでしょうね。この手紙を書いてくれた子が、本物は送れないけども貧乏なんで、えー、もうね、こういうのを送ってくれました。これを最後に読まさせていただきます。えー、っとね。これですよ。これ、もう、チンプンカンボで読めないと思います。私が読みますね。ちょっとただたしいんですけども、ご容赦ください。 2019年3月5日、プノンペン。うん。えー、久保哲郎パパへ。えー、ちょっと名前は伏せさせていただきますね。NP というイニシャルで呼ばせていただきます。私はロボオン加入小学校の2年生になりました。パパ元気にしてますかパパの健康はどうですかもしパパが 健康と元気だったら私はとても嬉しいです私は毎日とても元気です。私はパパからの応援してくれた文房具をもらって私はとても嬉しかったです、えー。パパのために私は一生懸命勉強を頑張っていい成績を取って約束します。パパの家族の幸せを祈っています。ということでお手紙をいただきました。えー、これは あのまあ、プロンペンって書いてますけどねプロンペンの孤児、まあ、ではないんですけども家が貧しくって教育にお金がかけられない要するに学校に行けないっていう子どもに学校に行ける環境を与えてくれる日本のこ支援者をね募集してるっていう活動に私が参加してそこに、えー、寄,付寄付をしてるんですよ寄付と言いますか。 私は一人なんですけども一人の子供にこれで十分教育を受けて将来あのいろんなことで、ね、役に立てるようなそんな、ね、立派な大人になってほしいなとか少なくとも自分の暮らしがお金がなくて困らないように頭を鍛えてほしいなと思いましてね、えー、そういうふうなところでこのプロンペンの,あ,のある小学校2年生のね当時1年生だったんですけども。 年年生生とというか1年生になるところだったんですよ小学校に入るかどうかってところで私がこう寄付をしてその子はあのと幸運なことにね小学校2年生まで進んだよってことだったんですよ。で私が寄付をしなかったら他の人がしたかもしれませんけども私がすることによって少なくとも1人の女の子がね教育のチャンスを得たわけなんですよ。でいただいたチャンスなんでもうお父さんもお母さんもいるんですよ。ししっかりと勉強して 日本で、日本から送ってもらった見ず知らずの人を恩返しするために、がっかりさせないように一生懸命勉強してね、ということですね。私はね、このプロンペンに直接、この手紙をくれたね、パイナップルを書いてくれたところに、ちょっと行こうかなと思います。うん、そういうふうな意味でも、私はね、もうすでに、世界に子供がいるという感覚ですよね。これはね、それを自慢したいわけではないんですよ。あの 実際に自分の子供ができてみると自分の子供が経済的な理由で親がチャンスを与えられない時に世界中の誰か一人がね自分の子供を支援してくれる人があられればなというふうな思いは親としてはあると思うんですよ。でそこにね、えー、そんなに大したことではないですけども関われて嬉しいなという社会貢献です。 社会貢献は何でできるかっていうとお金を使ったからですよね。そして何でお金が使えるかっていうとお金が稼げたからなんですよ。なんでお金が稼げたかというと自分の作った商品を欲しいという人に提供したからだと思います。自分の作った商品がいらないっていう人に無理やり押し付けたわけではないですからね。まあ、そんな感じで、えー、今日の動画終わらせていただきます。ちょっとね、ゆっくり喋らせてもらいました。あんまりこれね、胸に詰まるっていうかね、 あの手紙読んでいて、私ねなん、何度もね、涙が出ると言いますか、本当になんか自分の思いを受け止めてくださって、自分のお金を受け取ってくださって、ありがとうねって気持ちです。受け取ってもらったことに感謝ですよね。よかったなぁという形でございます。はい、では失礼します。